どうも、大輔です。今回は、ここで差がつく留学先での、過ごし方について紹介していきたいと思います。僕の話になるんですけれど、僕は英語留学のために約2ヶ月、フィリピンのバギオというところに、いました。で、そこにいた時に、どういった人が成績が伸びていって、どういった人が成績が維持もしくは下がっていったのかっていうのが、少し垣間見えたので、そういったところを、これから留学する人に対して紹介できたらなと思います。ということで今回は、留学した人で、成績が伸びた人の特徴を、3つ、挙げていきたいと思います。早速なんですけれど、まず一つ目が質問相談をよくする人。で、二つ目が日本人同士の会話をあんまりしていない人。で、最後の三つ目が休日に外を出ている人。この三つの特徴を持っている人がよく、成績が伸びていたなとは思います。まず一つ目の質問相談をするっていうことなんですけれども、まあ多くの日本人の人がこれをしようとはしていたんですけれども、実際に、がっつりしている人はあまりいなかったですね。なんかシャイか何かを、言い訳してから。まあ僕もそんなガッガッていくタイプじゃなかったんですけれども、気になることは結構質問はしていました。結局、留学しに来ているわけなので、学びに来ている人が多いじゃないですか。それのために、なんで質問もしなくて、なんかただただ時間が過ぎていくのを待っているのかなとは、なんか疑問には思っていました。グループの授業の時も、自分の授業の出番が回ってくるまで結構黙り込んで、自分の出番が回ってきて一言喋って終わるみたいな人も意外といたんで、なんか時間無駄にしないかなとは、陰ながら思っていました。まあそういうことがないようにするためには、まあいろいろ質問とかしたりとかして、自分のものにその英語をして、それをアウトプットするっていうのが大事じゃないかなと思います。二つ目の日本人同士の会話を減らすってことなんですけれど、これ意外と難しいんじゃないかなと思います。まあ世界中いろんな留学先があるんですけれど、どこに行ってもまあ日本人がいるような環境になっているからだと思います。ましてや僕のフィリピンなんかは今最近安くって英語教育が充実しているからって言っていろんな人が来ている場所なんで、結構日本語が話す機会が多かったです。僕が行った時も。なので、まあその英語を喋ろうとしている時に日本語が入ってしまうと耳とか脳が英語の脳にならずに日本語の脳に、ま、なったままなので、結局そういう英語の伸び率が思ったより上がらなかったっていうのが現状ですね。僕もその休憩時間とか結構日本人の人がそこにいてタバコとか吸いながら日本語をもう話して、うわ、次の授業なんすかしんどいですねとか、明日テスト間に合いますかみたいなとか会話をしていたんで、まあそういうことがあってだから悪いってわけじゃないんですけれど、まあそういったことをしたことによって、まあ英語の脳から少しかけ離れたのかなとは思います。まあ片や、そういったことを一切遮断して、先生とばっかり話したりとか、留学生の人と話したりっていうのをした人は、やっぱりそのリスニングとか理解度っていうものが上がったっていうふうに、その人から聞いたことがあるんで、その日本人と話すのをぐっと我慢して、その自分の留学のためとか英語スキル伸ばすためっていうのを叩き込んで話をそういう人とすると英語が伸びるんじゃないかなとは思います。最後の3つ目の休日は外に出るっていうことなんですけれども、休日の過ごし方としては部屋に閉じこもったり家に閉じこもったり自習室に閉じこもったりっていう、まあインドアな場合とその逆で外に出ていろんな人と話しかけてみるとかっていうアウトドアな場合があるんですけれども、この外に出るっていう人の方が、まあ中にいるっていう人よりも、成績じゃないですけれども、まあ英語のスキルが伸びているんじゃないかなと思います。まあこの自習室とかで一生懸命勉強、まあ TOEIC とか何か平日でやったことの授業の整理とかしている人は、まあそれはそれですごい否定は、しないんですけれども、実際にやったことを頭の中に取り込んでアウトプットするっていう、より実践的な意味で捉えると、休日は外に出る方がいいと思います。まあ、店員に対してこれ頼んだりとか、で、相手からの返事に対してこう答えようとしてみたりっていうのができるんで、よりそういう英語を使うっていう意味では、こっちの方が大事になってくるんじゃないかなとは、思います。まあ、フィリピンの留学をしていたんですけれど、そういう外に出るっていう、時間があんまりなくて、もう朝から夜まで勉強して頭パンパンだったんですよね、意外と。なので土日もそういうのやってしまうと結局頭がパンクしてしまうんで、そういったことは、僕はあんまりしませんでした。
アメリカとか、まあ、イギリスとかの留学だとそこまで勉強に固執せずに外に出る方が多分大事っていうポリシーがあるとは思うんで、そこまであれはないと思うんですけれども、フィリピンとかマレーシアとか結構勉強がっつりするような学校であれば、あんまりそういうインドアなことはせずに、外に出てしっかり話してみた方が、まあ楽しいし、自分の英語のスキルも確認もできますし、まあいろんな話ができるんで、そういうことをした方がより伸びるんじゃないかなとは思います。はい。というわけで今回は、ここで差がつく留学先での過ごし方について紹介してきました。一概には言えないんですけれど、日本人はシャイと言われています。まあ、それを理由にいろんなことをしないっていうのは良くないと思います。だからそういうシャイっていうのは、海外に行く前に捨てて、もうプライドも捨てて、もう何でもかんでもいいから質問とか相談とかいろんな人に、話しかけてみるって言った方が、大事かなとは思います。で、何か不安があった時に日本人と話した方がやっぱり話も通じやすいし、聞いてくれるんで安心は、安心なんですけれども、やっぱり海外留学しに来ているんで、積極的に他の国の人と話してみる方が、いいかと思います。それによって最終的に、留学に来た時よりも、成績が、まあ、少しずつしっかりと伸びているんじゃないかなと思いますんで、ぜひ実践してみてください。はい、というわけで今回は留学について、いろいろお話をしてきました。では、また。